どうもベタです。パーソナリティいきたいと思います。はい、本日は追加シナリオ配信決定されました。なのでそちらをね見ていこうかなと思っております。で、学校名がギガント学園高校、超マンモス校で一種競技戦、底辺から這い上がれ、生徒数5000人を超える巨大なマンモス校ギガント学園高校、そこでは300を超す部がそれぞれの専門外の競技で対戦するという伝統行事ギガントリーグが各部の名誉を握っていた。昨年度は予選落ちで満足な練習場すら得られなかったサッカー部だが、今年こそは本戦出場、リーグ上位を目指す。友を知り、敵を知り、専門外の競技を知り、サッカーに生かして強くなると。結構いろんな部活があるみたいですね。見た感じな絵画、矢部坂君の絵画で、この鉢巻きした子が剣道で、テニス部で、あとなんだろうな、いろいろありそうですね。で、見た感じこんな感じで、まあどんどん上を目指していって、まあ部員を増やしていくのかな。うん、対抗戦で勝ち上がっていって、部員が増えていくと、まあ強いタッグを踏めるという形だと思うので、まあね、うん、タッグの方向になるのかなと思われます。で、キャラクターが4体出ております。時は律、名護純平、山城メイムで、彼女枠の小森乱世と、この4体が出ております。確か上からトップ下で、センターバック、サイドバックだったはずです。この前確か戦った時見た時に、確かそんな感じのキャラでしたね。まあどんなキャラに出来上がるか分かりませんが、なんかセンターバックとサイドバックがいるってことは、ディフェンス寄りの学校なのかもしれませんね。そうなるとね、第一ふるさとと被ってしまう。あとは聖華第一高校が金と5個取れる中、さあどんな高校が来るか。この高校も4個5個取れないと多分勝負にならないと思うので、まあ、その辺を期待して待っていこうかなと思います。で、詳しいね、うん、日時なんですけども、こちら、カウントダウンログインボーナスっていうのがあります。この期間を見ると、4日から、4日の金曜日14時ですね。そっから10月10日木曜日の13時59分までと書いてますので、多分10月10日木曜日、うん、こちらに配信されるんだろうなと自分は思っております。まあ来週ですね、来週まで楽しみにしておきましょう。新高校はね、かなり久しぶりではないかな。前出たのがエリアの騎士、一番新しいのはエリアの騎士の江ノ島高校、これが確かゴールデンウィークとか4月5月だっけな、確かそれぐらいだったはず、ゴールデンウィークだったっけな。で、その前が天空中央高校で2月ぐらい、その時は結構スパンは狭かったんですけど、まあ、今回ね、もう5ヶ月、6ヶ月、半年ぐらい出てなかったんですよね。5ヶ月ぐらいかな、出てなかった。いやー、その中結構ね、強化できたんですけども、待望の新高校ということで、ギガント学園高校、しっかりと楽しみにしておきたいと思います。まあ新キャラが4人も出てくるということで、ガチャは回さないといけないかなと思いますが、そのね、キャラたちしっかりと出てくれることを祈っております。はい、まあ本日は短いですが以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。来週の木曜日もね、楽しみに待っておきましょう。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。